世界各国で活躍中の通常動力型潜水艦ですが、日本をはじめ各国でリチウムイオン電池を採用する艦艇が増加してきたようです。今回は海上自衛隊がすでに搭載している燃料電池について見ていきましょう。リチウムイオン電池の前に潜水艦に搭載されたエンジンはスターリングエンジンでした。これも優秀だったのですが、技術は日進月歩で向上しています。より一層パワーアップした製品が求められるのは当然のことでしょう。そして誕生したのがリチウムイオン電池なのです。技術の進歩といえば、電気自動車などで利用率が高くなっている水素エンジンというのがありますが、このエンジンが将来的には潜水艦に搭載される可能性だってなきなしもあらずだと思われます。海上自衛隊の潜水艦は、クゲイは中期防衛力整備計画26中期防に基づいて、2018年度3000トン型潜水艦8129号艦として建造が計画されました。翌2019年1月25日、川崎重工業神戸工場で起工し、2年後の2021年10月14日同工場において、命名式、進水式が終わりました。こういうのを知ると、日本にも毎年最新鋭の潜水艦が、次々と就役していることがわかりますね。前述した通り、今回は最新鋭潜水艦にリチウムイオン電池が搭載された理由を探っていく予定ですが、他にも次世代電池が存在していますから、そういった他の電池も採用する予定があったのかも気になるところですよね。これについても見ていきたいと思います。国防の一翼を担っている海上自衛隊の潜水艦ですが、実は多くの謎があります。まあ、国を守る役目を担っているわけですから、データすべてを公開することができないのは当然ですよね。まず潜水艦に使われている合材から推測すると、潜航深度はかなり深いのではないかと考えられるのです。しかし、機密情報ですから、実際の数値は不明です。深く潜れるだろうというのも、想像の域を出ません。潜水艦の潜航深度、水中でのスピード、連続潜航可能時間などデータは、全くの非公表です。しつこいようですが、最高機密ですからこういった数値を推測するしかないのです。では、推定されているデータを紹介します。前提として、海自の潜水艦は、通常動力潜水艦の中では、世界最高水準にあると言われていることを記載しておきますね。2021年9月時点で、海上自衛隊の最新鋭潜水艦は、タイゲイ型です。このタイゲイ型潜水艦は、すでに就役して活躍中ですが、最新の潜水艦は、そう、竜型の中で、リチウムイオン蓄電池を搭載した、11番艦オウリュウと12番艦トウリュウの2隻です。そう、竜型潜水艦のサイズを見ますと、全長 84.0 メートル、最大幅 9.1 メートル、水中排水量4200トンですから、大型の通常動力潜水艦ということになります。この、そう、竜型シリーズは、10番艦昇竜までは、非待機依存推進、AIP スターリング機関を搭載したディーゼルスターリングエレクトリック方式を採用していたそうです。しかし、前出の雨竜、東竜は、ディーゼルエレクトリック方式に変更された上で、リチウムイオン蓄電池を搭載しています。実は、そう、竜型潜水艦は、潜航中の動力として、燃料電池の搭載が、初期には検討されていました。
意外な感じがしますし、この事実はあまり知られていないようですね。燃料電池とは、燃料の電気化学反応によって発電する電池を指します。日常的に懐中電灯などに使用されているのは、二次電池と呼ばれる乾電池などですが、これは全く違っていて、様々な燃料を補充して永続的に発電し、しかも発電効率の高い電池として各方面での研究が進められているものです。防衛省防衛装備庁は当初動力としてナトリウムアマルガム燃料電池の採用を検討していたそうです。しかし、そのために使用する水銀の量が半端なく、大量に必要ということが分かって断念したのです。水銀は、昔こそ、体温計などにも使われていましたが、健康被害の問題で使用されなくなりましたね。また、使用後の廃棄問題も、重大なネックになったのでしょう。ナトリウムアマルガム燃料電池を切り捨てて、酸素、水素型電池の開発に方向転換した防衛省は実用化にこぎつけましたが、潜水艦へ搭載するにあたっては、燃料となる液体酸素の取り扱いが不安視されたということです。なかなか適当な動力は見つからなかったようですね。燃料電池を中止した経緯から、そう、流型潜水艦には、非待機依存推進である、スターリング機関を搭載することに決定したのです。その一方では、並行して次世代潜水艦用蓄電池としてリチウムイオン蓄電池開発にも着手していたようです。では、これからリチウムイオン蓄電池のメリットについて紹介しましょう。まずは、鉛蓄電池のデメリットだったのが水素ガスでしたが、リチウムイオン電池は水素ガスを発生させません。しかも、エネルギー密度が2倍以上で、1.5 回以上の繰り返し、満る放電が可能ということです。充電時間も短縮され、放電による電気容量低下も少なくなりましたし、長時間の効率放電が可能になったのです。つまり、リチウムイオン電池は、潜水艦用の蓄電池として優れた特性を多数持っていると言っていいでしょう。開発当初は、リチウムイオン蓄電池を、そう、流型5番艦から搭載する予定だったようですが、太平型からの搭載に変更されました。結局は、そう、流型11番艦を雨竜から搭載されることになりました。搭載する方法は、二つ考えられたそうです。一つは、そう、流型のスターリング AIP 機関はそのままで、鉛蓄電池とリチウムイオン蓄電池を交換する方法です。二つ目は、スターリング AIP システムも含めて、すべてをリチウムイオン蓄電池と置き換える方法です。この二つの方法を検討した結果、二つ目の方法、AIP も含めて、すべてを置き換えた場合は、確かにコスト高にはなりますが、水中出力が大きく、連続潜航時間も長くなるというメリットを重視し、すべてを置き換える方法を採用することになったのです。潜水艦のためにあるようなリチウムイオン蓄電池の採用によって、様々な面で、高スペックになったと見られるのですが、実は、スターリング AIP システム搭載艦と比べると、軸馬力は8000馬力から5600馬力に低下しているのです。ですから、鳳竜、東竜は10番艦までと比較すると、水中での瞬発的な最大速力は、20ノット、時速 37km から18ノット、時速 33km。に低下してしまったということになります。なんで?という感じを受けるでしょう。高い金をかけたのに、
スピードが下がるなんてありえないと。とはいえ、鉛蓄電池が高出力を発揮する時間は短く、10番間までは最高出力20ノットになるのがわずか5分間で、連続潜航時の水中最高スピードはせいぜい16ノット止まりとされています。リチウムイオン蓄電池は長時間持続的に高出力を発揮可能ですから、放流、投流の連続潜航時の水中速度は18ノットを維持できますし、連続潜航時間は10番間までは2週間でしたが、1ヶ月に伸びているのです。源泉は理論上半永久的に潜航できるので、それと比べれば物足りないかもしれません。しかし、人間が乗り組んで運用する以上、半永久的といえども、食料補給や乗組員の休養のため、定期的に浮上することは絶対に必要です。1ヶ月連続で潜航可能ならば十分ではないでしょうか。従来のディーゼルスターリングエレクトリック方式の、そう、流型では、フル充電には、シュノーケル航行時間が5から7時間必要とされますが、リチウムイオン蓄電池は、急速充電ができるので、2から3時間しかかかりません。ということは、シュノーケル航行時間が大幅に短縮されるので、敵から発見されるリスクも減るということになります。実は、潜水艦の最大潜航深度については、最重要で最機密と言われる性能です。ですから防衛省が公表したわけではありませんが、そう、流型の潜航深度は600メートルから700メートルと推定されているらしいのですが、艦隊には NS110 鋼材という世界でも、最高水準の鋼材が使われているので、理論上1000メートルの水圧にも耐えられるはず。したがって、最大潜航深度は900メートルまでは可能と推測されているとか。海外の通常動力潜水艦でも、輸出タイプのものは、大雑把な性能は公表されています。最大潜航深度は、ロシアのキロ級潜水艦が300メートル程度、ドイツの209型は300メートル、214型でも400メートル程度とされています。原潜の最大潜航深度は500メートルから700メートルと推測されますし、アメリカの高性能原潜シーウルフ級などは900メートルから1000メートルと言われているようです。また、アメリカ海軍主力のロサンゼルス級原子力潜水艦の最大潜航深度が600メートルとされていることから推測しても、そう、流型や次世代の対迎型潜水艦の最大潜航深度は、原潜と比較しても遜色ないことがわかると思います。つまり、中国やロシアの原子力潜水艦にも十分に対抗できるスペックを持っていると判断されるのです。また、潜水艦においては、一番重要な性能は静粛性と言われます。海中に潜んで、自分の存在を察知されずに活動するのが第一義ですから、音を立てて相手にバレてしまっては、元も子もありませんよね。この静粛性に関しても、海自の潜水艦は、世界でもトップクラスです。言うまでもなく、乗組員も、任務を厳しく自覚し、敵に音を捕捉されないように、静かに行動しているはずです。その点、賑やかというよりうるさいと言われている、中国の原潜と比べると、海自潜水艦の方が、乗組員も、潜水艦も、スペックははるかに優れていると、断言しても良いという意見もあるようです。